はい、それらね、編集の基礎について皆さんにゼロからこのプロジェクトを立ち上げる段階から書き出しまで一貫してご説明したいと思っています。もうね、外も完全に暗くなってしまったんですけれども、頑張っていきたいと思っております。で、今までね、この編集の基礎にたどり着くまでに、動画ってそもそも何なのかっていうところから、撮影の構図だったりとか、レンズの知識だったりとか、撮影とかそもそもの動画に関しての知識はついたと思うんですけれども、撮影だけが動画制作ではなくて、撮影したものを上手に編集するっていうノウハウが、この一貫してね、動画制作なので、これからね、編集のやり方を皆さんに分かりやすく、ご説明できたらなと思っております。まずですね、編集って聞いた時に、ちょっと一番なんか難しい印象を受けると思うんですね。写真とかって言っちゃえば、写真を撮ってすぐ SNS 投稿できるんですけれども、動画って、動画撮ってすぐ出すぐらいだったら大丈夫なんですけれども、ちょっと音楽に合わせて、カットしたいっていうところになってくると、やっぱり編集ソフトを使わないと、制作できないので、ちょっとハードルが高いって思われがちなんですけれども、やっぱり最低限の基礎知識をインプットした上で編集をすれば本当に難しくないので、ぜひ、最後までご覧いただけたらと思っております。では、早速、編集ソフト。に関してご説明しようと思うんですけれども、大きく Adobe Premiere Pro、そして DaVinci Resolve、そして Final Cut Pro、iMovie、この4つがメインの編集ソフトだと思っていまして、各ソフトごとの特徴をね、簡単にご説明したいと思います。まずですね、iMovie ですね。これ、Adobe Premiere Pro、DaVinci、そして Final Cut Pro 以外で唯一、無料ですね。iMovie は無料で気軽に始められるんだけれども、ちょっとね、編集のディティールとか、細かなスピード調整とかね、音源を自由に入れてカッティングするっていう操作が、やっぱりちょっと煩わしいとこ面がありまして、無料のね、無料でここまでできるっていうのは素晴らしいんだけれども、やっぱり他の編集ソフトと比べてしまうと劣る点がありますので、そこまで編集こだわる必要がないけれども、ある程度、つなげてみたいという方は iMovie でいいのかなと思って。で、ちょっとね、話が長くなってしまうんですけども、簡潔に言うと、Final Cut Pro は価格が3万円ぐらいですね。Apple 社が提供する編集ソフトなんですけれども、基本的に YouTuber の方とか使っている方多くてですね、気軽にカッティングできたりとか、操作性が何よりもいいです。ただ、やっぱり本当にクリエイティビティを追求するってなったら弱い印象ですと。で、Adobe Premiere Pro、僕が一番使ってるので、この Adobe がね、一番いいのかなって思うんですけれども、それはね、合理的な理由がありましてですね、世界の動画クリエイターの人口の約 90% が、この Adobe Premiere Pro を使用しているって言ってるんですね。なので、多くの人たちが使っているっていうことは、情報も多いですし、アップデートする、このプラグインとか、エフェクトとかの数も多いですし、カラーグレーディングとか、テキストとか、そういった細かな調整とかも全然できますので、Adobe Premiere Pro が一番良いのかなと思っています。はい。次に DaVinci Resolve ですね。ここは、ブラックマジックのポケシネ 6K とか、そういったカメラを購入すると無料でついてくるソフトになっていまして、このね、ソフトウェアは、カラーグレーディングは業界の人たちがほとんど使っていることを専門的、より Adobe Premiere Pro よりも専門的にカラーグレーディングをいじったりとか、そういった時には使えると思いますので、僕的に言うと Adobe Premiere Pro で基本的にクリエイティビティは追求しつつ、カラーグレーディングとかは DaVinci Resolve で詰めるっていうのが一番ね、いいフローかなと思っております。ただね、僕は結構、動画をね、たくさん投稿していきたいので、Adobe Premiere Pro だけで完結することの方が多いですね。はい、ここまでが編集ソフトの各特徴となっております。で、今回ね、ご説明する編集ソフトの、ノウハウはですね、基本的にやっぱ Adobe Premiere Pro で行いますので、他の編集ソフトを使っている方でも、基礎知識としてインプットできますし、Adobe いいなと思ったら、Adobe を使っていただけたら幸いです。それでは、早速始めていきたいと思います。この Adobe Premiere Pro の編集ソフト、立ち上げたいと思います。で、Adobe Premiere Pro、Adobe 製品はですね、サブスクリプションでして、すべてのこういったメディアエンコーダーとか、Photoshop、Lightroom とか、すべての編集ソフトを使うんだったら、月額6000円ぐらいかかってしまうんですけれども、一つのソフトだったら2000円ぐらいで使えるので、サブスクリプションっていうのが特徴ですね。はい。なので、早速プロジェクトを開いていきました。まずはね、新規プロジェクト。そして、このプロジェクトっていうのは、今回作る動画の、すべての情報がまとまっているプロジェクトとなっております。超基礎講座
として開くんですけれども、これ間違ってはいけないのが、そのまま OK してはいけません。まずはね、このプロジェクトを保存する場所です。プロジェクトを保存する場所ってすごく大事でして、っていうのは一回編集したら終わりではないんですよね。数年後とかに編集またしたいっていう時もあると思うので、なるべくデータ管理とかはしっかりしましょう。はい、デスクトップに新規フォルダを作りたいと思います。ここでですね、ある程度ですね、日付、2020年、2021年、2月7日、今日は僕の誕生日でございます。はい、どうもありがとうございます。はい、2月、ありがとうございます。すいません。はい、そんな感じで誕生日に収録しております。はい、そんなことは置いてですね、超基礎、ちょっと通知が鳴ってしまいましたが、超基礎講座。はい、こんな感じで、ファイルをしっかりと作った段階でですね、この中にファイル、プロジェクトファイルですね、そしてフッテージ、このような形でしっかりとファイルを作った上で、デスクトップじゃなくてですね、超基礎講座のファイルにプロジェクトファイルを保存してください。そうすると、こういったプロジェクトファイルがどこに行ったっていうトラブルが発生しないので、しっかりと場所、ファイル管理する場所は決めましょう。そしてこれだけではなくて、プレミアプロってやっぱ落ちることが結構多いので、自動保存のフォルダもしっかりと管理したいですね。プロジェクトの自動保存、こちら参照でデスクトップのファイル同じ場所に選択して、ここまで来たら、今の3つのポイントをクリアしたら OK を押しましょう。はい、そうすると編集ソフトが開きました。で、この画面を見るとね、本当にもうわけわからんっていう方多分いると思うんですけれども、まあ最初だけですのでご安心ください。簡単にご説明します。左下、こちらメディアを読み込む場所です。素材をインポートしたいと思います。で、左上はこの素材を見る場所、そして右上は編集シーケンス、オーディオとか素材とかをカッティングしたものをつなげていく場所ですね。そこをプレビューする場所が右上になっています。まあ、あのね、口頭で説明するよりも一旦ちょっと素材インポートしていきましょう。ここかな。はい。はい。こんな感じでね、以前作ったスマホトランジションの、ちょっと音が大きすぎますが、スマホトランジションの動画を入れさせていただきました。これはね、もう僕もすでに書き出してしまったものなんですけれども、まあ一旦テストなので、こういった素材を入れております。本来だったら、ここに素材がiPhone のデータとか GoPro のデータとかいろいろと並んでくるようになってますね。で、見ていただければ分かるんですけれども、この素材をですね、左側で確認するんですよ。確認して、じゃあ最初このカット使いたいなっていうところで、インとアウトですね、こちらアウトをマーク、そしてこの左がインをマークですね。最初の始める場所、そして切る場所を選択した上で、ここでドラッキング&ドロップをするのが、まあ、基本的な編集の流れになっております。ただ、このまま行ってしまうと、見てください。シーケンスがファイル名になってしまうんですね。だし、このシーケンスっていうのは、この設定のまま最終的に書き出されるので、ここがすごく大事なんですよね。最初にお伝えした通り、撮影したのが60フレーム、1秒間で60枚の写真、だと、編集した時にね、このなんかそのまま素材を入れてしまうと60のまま書き出されてしまうので、素材を入れるだけではなくてですね、ちゃんとシーケンスの設定を作りましょう。コマンド N でシーケンス作成、もしくはファイル新規のシーケンスですね。これ選ぶとシーケンスのプリセットがドワーって選べるんですね。本来僕はこのレッドで収録していることが多いので、この 4K の16:9、4K ですね、解像度のピクセル数言いましたね、その 4K の16:9の24フレームですね、これを使いたいと思います。で、基本的にまあなんかいろんなプリセットがあるので、まああり使ってもいいですし、あの基本的に一眼ミラーレスで作った場合とかは、まあありのこのフル HD の24フレームとか、まあそういった設定が良いのではないかなというふうに思っています。はい、ここで 4K のレッドで超基礎講座で作りたいと思います。で、これ名前すごく大事でして、このシーケンスの設定のまま書き出されるので、ここはね、しっかりしといた方がいいと思います。フレームサイズ3840横、そして縦が2160となっております。
はい、OK。そうするとシーケンスがちゃんと作られて、ここに素材をインポートしていく感じですね。はい。で、今ね、これ、この動画がフル HD なんですよね。フル HD。そして、こっちのシーケンスが 4K なんで、サイズが合ってないんですよ。なので、こちらフレームサイズに合わせる。すると、ちゃんと 4K のまま見ることができますね。ただ、これ書き出して 4K の解像度で書き出すんだけれども、実際に動画はこれフル HD なんで、フル HD の解像度なんですよね。そこはさすがにね、フル HD で撮影したものを 4K のシーケンスに入れたからといって、実質 4K の映像美にはなりません。はい。まあ、このような感じでですね、素材を、例えば、はい、ここ使いたいです。イン押して、アウト。押して、ドラッキングのドロップする。はい。こんな感じで、テンポに合わせて映像をつなげていく。こんな感じ、つなげていく。基本的に動画編集ってのは、これの繰り返しです。使いたい素材を編集シーケンスに持ってきて、音楽に合わせてつなげていくと。音楽はなくてもいいんですけどね。はい。で、ここにじゃあ音源を追加したいと思います。はい。こちら、音源をインポートしたいと思います。で、音源の選び方は、もう講座でね、説明するまでもないぐらい YouTube にたくさん載っていますので、ぜひそちらご覧ください。はい。こんな感じで BGM を入れるんですね。で、これもですね、ただ単に入れるんじゃなくて、使いたい場所をイン、そしてアウトで選んでいただいて、ドラッキング&ドロップとシーケンスに。そうするとですね、はい、こんな感じで映像と音楽が一緒に再生されるんですね。こんな感じです。で、これでもう本当に動画編集はね、ノウハウ的にはもう OK なんですね。あと細かなところで言いますと、例えばこの音に合わせてですね、動画をカットしたりとか、音のテンポ、ドゥーンっていうところでカットしたりとか。なので、やっぱりこういった動画編集の上で、音に合わせたカットだったりとか、音の盛り上がりに合わせて映像表現をしたりとか、その音のテンポに合わせて、このスピードランプ、速度の変化を加えたりとか、まあ、かなりね、ここから細かい作業になってくるんですけれども、基本的にそういったちょっとアップデートした内容はね、シネマティック講座とか、Vlog 講座とかで学べますので、ね、ぜひそちらも見ていただけたら幸いです。はい。まあ、こんな感じで、オーディオに合わせて映像をつなげたらですね、最後は書き出しです。はい、書き出したいと思います。ある程度音楽に合わせて映像をつなげたらですね、コマンド M で書き出し、もしくはですね、ファイルの書き出し、メディアですね。これをしますと基本的には書き出しが進みます。で、これ形式 H264 のですね、プリセットソースの1高速ビットレートとなっているんですけれども、この設定が、まあ、スマートフォンとか、そういったデバイスに最も適している圧縮比率でして、まあ、かなり圧縮はされるんだけれども、圧縮率は高いけれども、最も綺麗な設定になっていますので、まあ、こういったスマートフォンとかで気軽に SNS に発信するっていう観点では最も良い設定になっていきます。ただね、これが、テレビ CM とか、あとは YouTube 上にアップするとか、まあそういったスマートフォン以外のもっと高画質でアップロードできる環境があれば、それに合わせてプロレスとか、もっとね、重い設定で書き出すってのもありだと思っています。はい、ここで出力名ですね。超基礎講座の保存場所をですね、じゃあデスクトップにしときますね。はい、デスクトップの書き出し場所に設定して、書き出し。はい、このような形で書き出しが終了になります。はい。でですね、やっぱりこの書き出しとか編集時のこのなんかスムーズさってのは、編集時のこの PC のスペックによって左右されてくるんですね。冒頭でもお話した通り、動画を始めたての方っていうのは 4K ではなくてフル HD の方がいいとお伝えしたと思います。それはですね、フル HD の方が PC のスペックが高くなくても気軽に調整できたりもするので、今回ね、僕のこの今の編集 PC、のスペックがですね、プロセッサが10コアのジオンと呼ばれる、まあ、かなりね、動画制作に特化したプロセッサを積んでいまして、メモリが 64GB ですね。この PC はね、かなりレベルが高いものになっていまして、まあ、簡単にね、手が届く PC ではないと思うんですけれども、まあ、正直フル HD で編集するのならこのスペックはいりません。僕は 8K とか、
ローとか重いデータで撮っているので、この PC を使っているんですけれども、まあ、例えば Mac mini とか、あとは、ノートパソコンで、スマートフォンでも編集できるんですけれども、基本的にノートパソコンとかは持ち歩きしやすいので、どこでも編集ができるっていう優位性があったりとか、まあ、ただちょっとコストが高くなってきたりとかね、いろんな要素はあるんですけれども、基本的にフル HD で動画編集をするのであれば、メモリは、まあ、8ギガから16ギガバイト。そして、プロセッサーはね、Core i9 とか、Core i7 とか、あればもう問題なく編集できますので、作りたい動画によって PC の、ね、スペックとかを検討していただけたらと思っております。はい、それではね、編集の基礎についてご説明させていただきました。最初はね、難しいとは思うんですけれども、たくさんのね、経験をすることによって編集スピードとかも速くなるし、クオリティもね、徐々に上がってくると思いますので、ぜひ頑張ってください。それでは次の講座行きたいと思います。